15章テマン人エリパズはそれを聞いて言った。賢い人は無意味な言葉で答えるだろうか、東風で腹を満たすだろうか。言葉で戒めるのは無意味であり、話すだけでは良いものは何も生まれない。あなたは神を恐れる気持ちを弱まらせ、神への関心を薄れさせる。あなたは自分の過ちに踊らされて語り、ずる賢い話し方をする。あなたを有罪に定めるのは私ではなく、あなたのその口だ。あなたが間違っていることをあなたの唇が証言する。あなたは誰よりも先に生まれたのか、他よりも前に生まれたのか。神の内密の話を聞くのか、知恵はあなたにしかないのか。私たちが知らないどんなことをあなたは知っているのか。私たちが理解していないどんなことをあなたは理解しているのか。私たちの中には白髪の人も老人もいる。あなたの父親よりずっと年上の人も。あなたは神に十分慰めてもらったではないか。優しい言葉がまだ足りないというのか。どうして理性を失うのか。どうして怒りに燃えた目をしているのか。あなたは神に食ってかかり、ひどい言葉を口に出す。死にゆく人間が清くなれるだろうか。女性から生まれた人が正しくなれるだろうか。なんと神は天使たちを信じていない。神から見れば天さえも清くない。忌まわしくて腐敗している人間はなおさらだ。水を求めるかのように不正なことをしようとする人間はなおさらだ。教えてあげるから聞きなさい。見たことを伝えよう。それは賢い人たちが父祖たちから教わり隠さなかったこと。彼らには自分たちだけの土地が与えられ、よそ者は誰も通り抜けなかった。悪人は一生苦しみに見舞われ、悪政者は生涯苦しみに遭う。その人たちは恐ろしい音を耳にする。平和な時に略奪者に襲われる。闇から逃げられると考えてはおらず、剣で殺されることになる。食べ物を探してさまよう。食べ物はどこだろうと。闇の日が近いことをよく知っている。苦しみと苦悩が悪人を襲い続け、襲撃の用意ができた王のように悪人を圧倒する。悪人は神に向かって手を振り上げ、全能者に反抗しようとする。頑丈で分厚い盾を持って無謀にも神に突進する。彼は顔は脂肪で覆われており、腰にも脂肪がついている。悪人が住んでいる町はいずれ滅びる。家には誰も住まなくなる。それらは石の山となる。悪人は裕福にならず、蓄えが増えることはない。所有物が地上で広がっていくこともない。闇から逃げることができない。炎が悪人の小枝を枯らす。神の口から出る突風によって悪人は消え去る。道からそれていって無価値なものに頼ってはならない。代わりに得るものは無価値だからだ。それはあまりにも早く生じる。悪人の枝は決して生い茂らない。悪人は熟していない実を落とすブドウの木のようだ。花を落とすオリーブの木のようだ。神を認めない人の集団には実りがなく、賄賂のやり取りをする人の天幕は焼き尽くされる。その人たちは厄介なことを身ごもり、悪いことを生む。欺きが腹から生み出される。